久保さん、今回買わなきゃ分かんないにしましょうか。買わなきゃ分かんないと。あの買いました、これ新しい加湿器。5万円しまして。まあ、結論、まあ、悩んだんですけど、まあ、買ってよかったですね。<laughs> でも買わなかったら分かんなかったですね。うんだって自分のこのね、ところで加湿し,しないと分かんないじゃないですか。どんな感じになるのか。 みんな、まあ僕も悩みましたけど、買いましたよ。うん。悩んでもやらないといけないし、悩んでも買わないといけないし、そっかしに悩んでるんだったら、そっかしに入ればいいだろうし、ドリアカに悩んでるんだったらドリアカ入ればいいだろうし、うだからまあ結局ね、まあ、あの、その先に答え、その先にしか答えはないんですよね。うん。結局その、あの、不安の答えって、 不安の答えってやってないのに不安を出しててやってみないとわかんないのに不安を作ってて何だろうなうーん全ては全てはそのんやったその先にしかないんだけど人間っていうのはやる前から勝手に未来を作ってしまううんいややらなやじゃあ稼げなかったらどうしようという未来を勝手に作ってるわけですよねうん 即果塾に入って稼げなかったらどうしようという未来を勝手に作ってるわけですよね。だって今即果塾に入ってないんだから分かりようがないじゃないですか。どうですかね、久保さん。即果塾に入ってないんだから分かりようないですよね。<laughs> かか買ってみないと分かんないし、だからこれもね、自分のここのとこに置いてどうなるのかっていうのはここに置かないと分かんないんで、もちろんレンタルとかがあれば別かもしれないですよね。なんかレンタルしてこう、ねまあ、レンタカーってありますけど。 まあでもレンタカーも金かかりますからね。<laughs> 乗ってみないと分かんないし。だからそうそうそう。まあ、BMW か。BMW もね、乗ってみて分かりましたね。BM の良さが。BM めっちゃええやんみたいな。まあでも、今の車乗って、そんな乗ってないんで分かんないんですけど、まあ全然ボディの合成が違うんですよ、B。多分ね、BM ってボディ剛性が多分いいって多分言われてると思うんですけど、確かね。 いや本当にボディ剛性がね、全然違います。まあ、特に僕の R34 の,のボディ剛性と、まあ、僕古いんであれですけど、もう全然ガッチリしてるんですよね、BM。だからあれ乗ってみないとわかんないですよ。うん。だからもうね、安定感、安心感、なんやろな、あの、まあ、ちょっとうまく表現できないですけどね、ボディ剛性を。<laughs> うまく <laughs>。 しっかり作られてる感がね、すごいですね、あれは。でも乗ってみないと分かんないですよね。うん。だから、例えば、車で言うならば、あー、キットキットに乗ってみて分かることがあるじゃないですか。憧れて買ったけど、まあ、すぐぶっ壊れるみたいなね。<laughs> こんなぶっ壊れんのかみたいなね。<laughs> 大変だなみたいな。で、乗ってみたら、めっちゃ乗りづれえなみたいなね。 これ結構乗り、ハンドルいいけど、乗ってみたらこのハンドルは乗りづれぞみたいなね。まあ、久保さんどうすかねあのハンドル。いいすかでも見たくれはいいっすよね。もうキットって感じ出てるんで。でもあれで実際運転してみたら多分ね、僕ね、超運転しづらいと思うんですよね。あれは。これは。結構。まあそれは久保さんしかわかんないし、人それぞれ好みあるので、なんとも言えないですけど。やっぱね、やってみないとわかんないし、買ってみないとわかんないし、全部わかんないですよ。うん。だから、 まあ一つ事実があるとするならば悩んでるうちに人生終わっちゃうよって話ですね <laughs> 時間だけは刻一刻となくなってるんでだそれは僕が何と言おうと僕が僕が言ってることをんやろうなどうとらわれようが事実は刻一刻と1秒1秒なくなってるっていう事実です賞味期限自分の人生の賞味期限が迫ってると今日もね今日も人生の賞味期限切らしてますからね言ってらっしゃい